みなさんこんにちはオーディオブック鏡の古城心ちゃん役の花森ゆみりですよろしくお願いします鏡の古城辻村瑞希ポプラ社例えば夢見る時がある 転入生がやってくるその子は何でもできる素敵な子クラスで一番明るくて優しくて運動神経がよくてしかも頭もよくてみんなその子と友達になりたがるだけどその子はたくさんいるクラスメートの中に 私がいることに気づいて、その顔に、お日様みたいな眩しく、優しい微笑みをふわーっと浮かべる。私に近づき、ココロちゃん、久しぶり、と挨拶をする。周りの子がみんな息を呑む中、前から知ってるの。 私に目配せをするみんなの知らないところで私たちはもう友達私に特別なことが何にもなくても私が運動神経が特別良くなくても頭が良くなくても私にみんなが羨ましがるような長所が本当に。 何にもなくても。ただ、みんなより先にその子と知り合う機会があって、すでに仲良くなっていたという絆だけで、私はその子の一番の仲良しに選んでもらえる。トイレに行くときも、教室移動も、休み時間も。だからもう、 私は一人じゃない。真田さんのグループが、その子とどれだけ仲良くしたがっても、その子は、私は心ちゃんといる、と、私の方を選んでくれる。そんな奇跡が起きたらいいと、ずっと、願っている。そんな奇跡が起きないことは、 知っているもうすごい学生時代に思いをはせるような本当に素晴らしい作品でやっぱりこうどこか寄り添ってもらえる存在の大切さも思い出せるようなそんな素敵な作品でした。 そうですね、こう読んでいる時は全然こうやっぱ時間の感覚よりもこうとにかく心が痛いよっていう時間の方が長くてこうだからこそ「19時間です」って最後聞いた時にほぼ一日一日の時間をこの作品と共にしていたんだっていうのを聞いてもうなんか。 すごい,いやもっと長くいた気もするし何だったらもっと短かった気もするしっていう本当にそのくらいもう考える時間が結構やっぱ他の時間でもあるくらいすごいやっぱり心に深いものを残してもらえるようなそんな作品でしたね。 多分原作を読んでいらっしゃる方はうわここどういう風にオーディオブックで再現されるんだろうってこう、まあ、悩むようなシーンが多分あると思うんですけれどもすごい面白くすごいもう。 気持ちいいくらいもう素晴らしい出来になっているのでそこはもう楽しみにしながら聴いていただけるともう初見の方もぜひちょっとえ最後にそういう面白い仕掛けがあるんだっていうのを意識しながら聴いていただけると嬉しいです。鏡の古城、まあこのここここ作品はこうどかかやっっぱり学生時代にうういうことあったかな 何だったら自分がこういうことに合ってたのかなっていう思い出してしまうかもしれないと同時にその時に寄り添ってくれた大切な存在のことを思い出せるんじゃないかなっていう,う誰もがどこかにやっぱ共感できる作品じゃないかなって私は読んでいて思いましたのでぜひ皆さんもオーディオブックをちょっと聞いて頂い,いて静かにこう一人の時間に聞いて 浸ってもらえると嬉しいなって思いますあと本当に仕掛けが本当に面白いので最後まで聞いていただけると個人的には嬉しいですよろしくお願いしますオーディオブック鏡の古城ぜひ聞いてください花森ゆみりでしたバイバーイ